そうなんです。だからね、動画についても配信についてもうちはその本人の気分で出演を決めていいっていうことになってて、断るのに大きな理由いらないよね、いつも。なんか今日気分乗らないな、なんか疲れたな、それで今日はちょっとっていうので全然いいわけ。そういう前提条件があるわけ。これもね、民弁さんとかもそう、もう最初の一番最初からそうだから。で、まあこの大前提のね、このお話がどこにつながるかっていうと、何々さんとね、何々してほしいとかね、6人みんなで何とかしてほしいね、あと配信とかでも何々さんと呼んでほしいとかね、何々さん来ないんですかとかね、もっと厳しい時で言うと、もう何々を出せみたいなね、何々を動画で出せみたいなね、時があるのね。自分のね、好きなメンバーに出てほしいって気持ちは、もうすごいわかるの、それは。多分これ別にビントロとか限りなくて、いろんな活動してる、いろんな人がそうだと思うんだけど、その、要望してほしいっていう希望っていうかね、期待の声が逆にプレッシャーになっちゃうっていうパターンもあると思うんだよね。まあでも、この姿勢でいくとね、やりたくないときはやらなくていいよ、出なくていいよっていうね、断ってくれていいよってしてるんだけど、逆に言えば、出るっていうことは、本人自ら楽しんで出てるっていう証なので、そう。だから、うちの動画でね、いつもみんなが楽しそうにしてるっていうのは、本心で出たいっていう時だけ出てるからだっていうふうにね、ひろこさんは思ってるわけ。やっぱりね、これね、強いられてやるゲームってのはね、楽しくないから。みべさんは、あの形で、いいっていう風に、もうしゅうこさんがね、許可してるのね。まあ、記念配信とかでね、みんな揃ってほしいっていうね、気持ち。まあ、それもわかるんだけど、それはわかるんですよ。一般的にはね、みんな揃ってる方がいいんじゃないかっていう、その気持ちはわかるんですけど、でも、しるこさんが、声をかけたのは、その、一般的なね、その考えに応えてくれる人じゃなくて、これ民弁さんを誘ってるのね。ビントロを作るときに。民弁さんを誘ってるのよ。で、民弁さんには民弁さんの考えがあって、まあ、確かにね、その、なんていうのかな、一般的な考え、で言ったらちょっと三部さんはそれとは考えがね違う人なのかもしれないんだけど、でもそれでいいっつって俺は誘ってるわけね。なので、ファンの人とか三部さんを知り始めて浅い人なんかはね、ちょっとびっくりする人もいると思うんだけど、まあその人たちよりももっと昔から民兵さんを見てるしるこさんとしては、それの状態で構わない。その民兵さんで構わないから一緒にやろうって誘ってるんで、そのことについて、民兵さんを責めたりするのはやめていただきたい。うちのね、グループのリーダーがそれでいいよってしてるんで、そこについて、ミンベさんとか、まあ、ミンベさんに限らずね、他のメンバーに対しても、まあ、出てなかった時期があったりしても、なんか言うのはね、やめてほしいなっていう、その、まあ、出てほしいとかね、やってほしいぐらいはいいんだけど、その、ちょっと出せとかね、出ろとかね、そこになってくるとちょっと違うんで、そこだけちょっとお願いしたいかなっていう。